大阪にね、営業に行かしてもらっとったやんか。そうですね、こないだ。すごい大きいショッピングモールやってた。でかかったね、奄美っていう松原市にあるところで、で、珍しくね、うちらだけで、そう。一組だけですよ。あれ、愛媛以来でな、愛媛一回なんか行かしてもらったことあるけど、謎のうちらだけで1時間かける通ースあったね。 当時コントメインにやってたからむちゃくちゃやったよなフリップ持っていってたフリップも持っていってたしななんとか1時間やりきらな昔はな愛媛やでだって単独みたいなことやもんなそうそうそう向こうのね愛媛のすみます芸人みたいな人がさアテンドしてくれてねんか東京から来てくれましたみたいな空気をなんとか演出してくれてみたいなでも多分それは イベンターさんがねはい、はい、好きでいてくれてうん、うん、誘致してくれたんやなかな、ね、と思うけど今回はねなんかアナウンスの時からさ「2021年 THEW に見事準優勝されました」みた <laughs> <laughs> いなアナウンス。見事ってない、ね、見事って恥ずかしい。<laughs> みたいな。 <laughs> 感じでさ、うん、かわい,い、かわいかったよな。いや、そのなんかアナウンス流れるたびにさ、うん、そのうちやっぱりツッコミじゃないけどさ、うん、見事ってんやねんって、うちずっと言う,う言ってた <laughs> うん。誰も相手してくれへんかったけど。<laughs> いや、まあまあ、ええがなっていう。でなんか、ネタやって、質問コーナーみたいな時もさ、うんうん、なんか、あの、質問が5個ご用意してございました。 質問させてていいいただいてよろしいで、うん、質問に答えられたら色紙をプレゼントみたいなね、えー、お客さん、ね、コーナーがあったんやでまあちょっとあのー、ちょっとマニアックかなとか思うんですけどとか言って<ー> <laughs> プライベートなことを聞くんでその中で分かる方に、はい、えとちょっと色紙プレゼントみたいなコーナーを用意してますうん、うん、みたいなうん、うん、って言うねんけど、うん、<laughs> あなんかまあまあ別っに、えー、第一問 A マストさんのコンビ名の由来は何でしょうか さあ答えくださいみたいな、うん、<laughs> まあまあまあそのねほとんど知らない方にねはい、はい、でまあそういう感じやった、ねうんで裏でなんか2問目か3問目ぐらいに、うん、YouTube にまつわることやったから最新のね YouTube に風穴あけるずって松竹芸能から出てもらったじゃないですかそれにまつわるクイズでえっと答えが「信義日本代表」っていう問題が。<laughs> っなんかこう打ち合わせの時に最初に振り幅的にもさコンビ名の由来とか2問目ぐらいは出身地やったのね多分えっと加納さんの出身地はどこでしょうかはい、はい、みたいな感じやって別に知らんくても答えれるやん、はい、でもさそ3問目でさ答えなんか分からんけど、はい、に野林日本代表はもう。<laughs> そう当てにも行かれへん、みたいな。うんうん、で、まあ、打ち合わせの時に、これちょっともしかしたら、本当になんか応援してくれる方だけしかわからないかもしれないんで、ちょっともしかしたら変えた方がいいかもしれないですねっていうのを、イベンターさんに私がこう、嫌うとか、やめてとかじゃなくて、もうちょっとなんか、広くね、広く噛み砕いた感じかるようにした方がどうですかね、みたいな感じで提案して。 あ、じゃあ分かりました。考えますって言って、うんうん、で、ステージがその30分後やったんかな。その出番が。うん、で、また迎えに来ますって言って、うんうん、で、迎えに来てくれはって。うん、で、その、行く道中のエレベーターの中で、うん、あの、質問が、はあ、ちょっと、難しくて、考えに考えたんですが、ごめんなさい。私の頭ではすごく、あの、<laughs> 難しくて、あの、もしよろしければ、お餅何個食べたでいいでしょうか。<laughs> 全然いいですよ。そ空行きましょう。もうし申し訳ございません。もう一つ、えっと朝ごはん何食べたかでいい、で毎日でもらっていいでしょ <laughs> 全いい。全然大丈夫ですみたいな感じで、可愛い方でもその、うん、なんかイベントさんと仕切ってる人が違うのかな分かんないけど。うん 最後、お写真いいですかって言って、男の方来はって、で、その後んでしてくれてた男の人と、別の男の人が来て、いつも応援してます、みたいな、あの、いつも面白く見させてもらってます、みたいな感じで言ったら、その質問を考えてくれてたイベントの男の人が、なんか最新の YouTube 見てる、みたいな、なんか、私らを、どこまで詳しいかっていうマウントを取り出して、カザーナ・アルズのやつ見た。 もううそいういや大丈夫大丈夫ですあそこまでは見れてないんですけどめっちゃ面白いよってかいい人やなと思思うけどんかねああいうの楽しみねすごいリサーチしてくれてそうやな